崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今回は投稿立てです。おお。今年ね、はい、もうノーヒットノーラン、まあ、完全試合を含む、うん、もう4人ね出てますし。ねこんな年なかなかないですよ。そうですね。はい、なぜこの投稿立て今現状なってるのか。はい。さずいか完璧な解説します。おお気になる。これ明確な理由ってあるんですか。あります。まあ僕が思うね。はい。まあ佐藤さん理論ってことですよね。佐藤崎理論、うんうん、完全な。はい。まず一つね、はい、多くの人たちが言ってるボールが飛ばなくなってんじゃないかっていう。うん、なんかよくね、うん、言われてますよね最近。この問題は、はい、全く関係ありません。うーん。まずね一つ。NPB が公式見解で出してたんだけども、このね、佐々木チャンネルでも、はい、もう何年前だろうね、はい、飛ばないボール、ああ、なんかけ、ホームランのやつをやった時に、はい、関係ないっていう、うん、さほど正直関係ないっていうところをね、はい、ただ人の出入りですよみたいなね、うん、ラミちゃんがヤクルトから巨人行きましたよみたいなね、はい、でやりましたけども、うん、皆さんそれ見たかったら見てください、はい、だいぶ昔ですってなった時に、うん、今 NPB からの公式見解で言うと、うん、ボール数値内ですと、はい、だからそのね反発係数がいくらからいくらこの間が公式数値ですよっていう、ね、はい、その数値内です、うん、言ってんのよってなった時によ、うん、じゃあそれが全てじゃんと思うの。まあそうですね。それなのに、うん、選手が明らかに打たないって言ってるからそういう飛ばないから数字間違ってるっていうやつがいるのよ、うん、数字と感覚どっちが正しいんですかって。まあデータの方がそうですね、ちゃんと数字の方が出てんじゃん、正確性はありますね、うん、でそれが嘘じゃんって言い出したら全てが終わるのよ、はい、出してる数字嘘じゃんみたいな、うん、もうだってそれを公式なところがそうやって言ったらそれ信じるしかないじゃんね、うん、だって人間の感覚ほど当てになんないものはないのよ。病院行ってもよ、あらちょっと数値悪いですね、いや元気です、間違ってますその数値みたいな、明らかに悪いですよって数字がそう出てるってことは、うん、飛ぶ飛ばない論争をしてる人、飛ばないであってほしいっていう願望です、はい、あとそんな認めたくないから、うん、飛ばないであってほしいっていう、うんうん、そしたら能力とかじゃない、飛ばないであってほしい、だからね飛ばないボールではないんです、うん、ボールは適正です。で次に言われてるのが、はい、ピッチャーの球速くなって能力が上がったってよく言われてるでしょ。でもそれはやっぱあるんじゃないですか、どんどんいいピッチャーが出てきて能力も上がってって時代に沿ってこう、うん、それも関係ないです。でも怪物って出てきてるじゃないですか。怪物はその時々にいるからね、まあまあ、江川さん、はい、松坂、うん、ってなった時によ、はい、こっからねこれ理解できないかもしれないけど、うん、俺の理解ではね、あまず一番最初に言うことがスピードガンは技術開発してる人に聞いたら明らかに 5,6 キロは誤差があるらしい昔と。へえ。この当てるのがもうぴったり当てれるからもうめっちゃ正確に測れるんだ昔これだから、うんうんうん、これとこれレーダーは、はい、それはもう回転数まで分かってよ、はい、だからもうめちゃくちゃちゃんと分かるわけ、うん、だからそうなった時にやっぱ誤差は 5,6 キロあるって言ってたのね、はい、俺の意見じゃないよ、うん、その人が言ってた、はい、だからそれもあるっていうことを差し引いても、うん、昔ねもう昭和の時代スタンダード値が多分140キロぐらい、うん、145キロ超えたらもうすごいみたいな、はい、ってなった時にスタンダード値より超えた人もみんな対戦して打ち砕いてるわけじゃんね、はい、まあ、もちろん抑える確率の方が高いかも分かんないけどね、うん、じゃあ俺らの時ね145キロぐらいがスタンダード、はい、で150超えたらすごい、うん、で今はだいたいスタンダード値が150前後ぐらいになってきて、なんかもう 2,3 は出る人多いですもんね、うん、なってきて、うん、で160前後、はい、いったらすごい、すごい早いってなって、ね、ってなった時によ、うん、この幅ずっと一緒歴史上、あ、まあ、そうですね、うんうん、ってなった時にみんなそれで対戦してたじゃん、みんなその時のスタンダード値より 5,6 キロ 7,8 キロスタンダード値より高い人たちと対戦しても全く打てませんなわけじゃないよね、うん、で俺らの時もスタンダード値よりそれより速い人たちもいっぱいいたけど、うん、それで全く打てませんじゃないじゃんね、はい、じゃあなんで今の人たちが全く打てませんなんのっていう、うん、ってなったら、うん、打者も成長しなきゃいけないじゃんってなった時に、うん、これが通用しないってことは野手が成長してなくなるのよ。っていうことはピッチャーがすごいんじゃなくて、うん、野手の成長が止まってんねっていう。どっちもだってずっとこうなってきてて、うん、こうなるってことは止まってんねっていう。でしかもよ、はい、ノーヒットノーランしたの佐々木朗希で完全試合、はい、山本由伸ね、うん、今永ね、東山、別に東山は剛速球派じゃないじゃん、うん、全部が全部ね、はい、でしかもテクニカルな人たちもいるわけじゃんね、うん、はい、じゃあその人たちは打ててんのっていう、全体的に打ててないわけじゃん、はい、日本ハムの加藤剛速球派じゃないよ ね、 そうですね、どっちかというとテクニカル派じゃんね、与座、うん、与座もテクニカル型じゃんね、阪神、うん、の西もどっちかというとテクニカル型じゃんね、大野投
投手もね完全試合惜しかったですね。うん、そう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 、うん、だから別に全員が全員剛速球派じゃないじゃんね、うん、でもそれを全部ここにくくるのもおかしいじゃんね、うん、ここの人たちもいるんだからね、うん、そうですね。で、うんうん、その中の一つの要因、すごいやつはついていってんのよってなった時に、試合出てる選手とかでもすごい人とそうじゃない人との差が開きすぎてんちゃうかっていう。だから昔よりもレギュラー9人になった時に、はい、主力のすごい人たちはもうついていけてそのまますごいんだけども、このその他の選手たちとの差がちょっと開きすぎてんちゃうかっていう。だってまあキャッチャーだけで言ってもよ、うん、俺らの時だったらパリーグね、俺だったらって言ってもいいんだけども、6年連続ホームラン2桁以上打ったりとか、はい、細川でもホームラン20発前後、まあ、鶴岡でもホームラン10本打ってなかったかもしれない、打率2割7分とか、うん、安倍晋之助さんとか、ね、とかで矢野さんとか、うんはい、キャッチャーでもそうやってそれだけ打ってたのに、うん、今のキャッチャーでそれだけ打ってる人どれだけいますかっていう、ね、回も打ち出したとこは強いヤクルトとかね、だからもう独走しちゃうのよ、うん、だからそうですね、だから長岡とか頑張ったり、うん、日替わりヒーローになったりとか、うん、あとたまに浜田が入って活躍したりとか、うん、丸山とか中村優平選手もそうキャッチャーで打つじゃんね、はい、そうすると、うん、絶対的な山田、村上、うん、ね、塩見選手とかのクラスについていって、うん、その周りのサブの人たちも上がってるから、多分ヤクルトは下支えできてるからすごいの、ね、上の、あーなるほど、チーム内の差がすごい少ないというか、だから誰でもヒーローになるし、あと山崎幸太郎とか、はい、外国個人抜けたところで下支えできてるけど、はい、だからあんな独走しちゃうの。他のチームはもうパッパーって2つ分かれるから、打つ、うん、打たないみたいな。確かにそう思うと、こうチームの打者のスター選手はもちろん活躍するけれども、うんうん、その他の選手たちがどこまで頑張れるかっていうので、そうそう、そしたらもちろんスターの村上が打ってたら勝つけど、うん、村上に頼らなくて勝てますみたいな感じになるから、だからそうなると強くなるよね。あ、そうですね。だからそういうチームがなかなか他に現れないっていうところと、やっぱそこの下支えのレベルの上げが、まあ、大きな投稿打点にも、まあ、要因かなっていうね。それと、うん、プラスアルファ、はい、ホームラン10本絶対打てるなって開幕前に言える人ってどんだけいいんだろうっていう。キャッチャー以外で全部で、うん、あで確実に10本打てるってことは、はい、まあ、2年連続ぐらいは10本打ってないとダメだと思うよ。そうですね、1年だけじゃなくて、うん、1年だったら15本以上打ったとか、うん、だったら多分10本打てるかなと思うけども、はい、1年だけ10本ぐらいじゃ来年10本打てるかどうか分かんないじゃんね、うん、ってなった時に、じゃあ俺らのロッテの時で言えば、はい、2年以上10本連続で打ったことあるのって言ったら西岡でしょ、はい、で堀さん、福浦さん、うん、で俺でしょ、うん、で多分サブローもあると思うんだよ、うん、あるある、2年連続で、ね、っていう感じで、まあ、なるわけじゃん。で、はい、プラス外国人選手がいるわけ、うんうん、でもで今のロッテに10本絶対打てるなっていうやついないんだよね。レアード選手ぐらいですか。いや、外国人のけて日本人で、うん、中村翔吾がギリちゃうかって思うんだよね。でも去年10本打ってないからね。中村翔吾が17本1本打ってるけど、その時8球だから1シーズンしか打ってないから、うん、絶対10本打てるかっていうと、まあ、ギリな、そうじゃないですね、ギリのラインだよ ね、うん、ねで去年の10本は荻野貴司が唯一、うん、10本打ってるんですか去年ね。だから日本人最多が荻野だけなんだ。へえ。でも10本しか打ったことないから、10本絶対打つかっていうとちょっと言えないよね。っていうと、だからそのこれはもう各球団のファンの人見てほしいんだけど、うん、10本は確実に打つなっていうやつが何人いますかっていう。いるチームは、ね、楽天でも10本絶対打てるって言ったら多分浅村だけでしょ、うん、島内がギリかみたいな。まあ、島内選手も結構いってますね。去年21本、うん、まあ、島内は行くね。多分今年も今6本なので、うん、まあまあ行くかなっていう。今年今見ちゃダメだよ、シーズン前に言えるかどうかでしょ、うん、まあそうですね、途中経過で言えるのは誰でも言えるようになっちゃうから、まあ、だからまあ浅村と島内だけだね。そうですね、うん、で多分日本ハムだと、まあ、近藤かみたいな、うんうん、でオリックスだと、まあ、杉本吉田はまあ行くかなっていう、まあ、その2人ですかね、うん、で多分中日はいないんだよ。でヤクルトだったら、まあ、山田、村上、塩見、去年塩見が15本前後ぐらい打ってるから、まあ、でもその山田、村上ってとこは絶対硬いですもんね、うんうん、ジャイアンツだったら坂本、丸、岡本、はい、まあ、広島だと多分言えないよね。西川がどうなんだろうっていうね。去年12本、その前6本、16本、まあ、元気だったら行くかみたいな感じだね、うん、まあ、ソフトバンクだったら柳田、阪神だと大山、佐藤輝、うん、西武だと、まあ、山川、森選手、うん、そうだね。だからもう2人とか10本だよ。10本がそんなにしかいないんだよ。各球団2人ずつですね。ホームラン10本絶対に打つっていう選手が2人とか3人しかいないの。それは低すぎるよね、はい、だってホームラン打たれないってだったらやっぱ楽だからね、はい、でそれなのに球場狭くなってんのにそれだからね。でしかも言えるのはさっきも言ったここの人たちだけなのよ、まあ、もちろんホームランだけじゃなくて常に3割前後残してる選手っていうのももちろんね、3割残してるってなると多分近本とか佐野はもう絶対10本打てるよ、ね、あ、大島とかね、はい、あーホームラン10本打てないけど足もあってみたいなところももちろんあるけども、はい、うん、そういう選手たちもここの層にいるから、その人たちは絶対3割打つだろうなとかって言われてるよ。
そうね、10本か3割みたいなところですね。そう、うんうん、そこが一つ、はい、もう一つあるのよ、外国人選手がヘボい。それ要素なんですか。だってそもそもよ、阪神なんて外国誰も出てないし、はい、ロッテなんてもうレアードもホームランちょこちょこ打ってるけども、うん、打率2割ちょぼちょぼで、マーティは2号落ちして、はい、エチェバリアは1億円の守備がダメでしょ、西武もオグレディ落ちてきたし、はい、楽天も今ちょっとあれです、ね、いないじゃん ね、グラシアルも今年そんなホームラン伸びてないし、うん、今だって多分今年の12球団合わせて外国人で一番打ってるの多分ウォーカーじゃない、うん、ってなった時 に、確かにもうこの外国人でホームラン30発絶対打てるなってやついないじゃん、うん、もうその時点でもうこのやばいよね、この外国人。確かに以前のなんか怪物級のもう超ビッグスターで、じゃあ俺の時代で言えば、はい、アレックス・カブレラね、はい、タフィー・ローズね、うん、ラミちゃんね、はい、でロッテでも30発ベニーね、うん、9番ボカチカで20発ぐらいホームラン打ってたからねで、あとエルドレッドね、はい、あー懐かしい。だって今なんてもう外国人選手でホームランを取れないでしょ。あとあれバレンティンね、うん、でズレータとか、はい、タイロン・ウッズ、ブランコね、あブランコ、うん、っていうところの各球団すごい外国人選手がいたけど、うん、今全くいないね。今シーズン多分今シーズンだったら多分ウォーカーが一番だと思う、今のところ。いやですか、うん、だからその外国人選手の不甲斐なさっていうか、もう取れないのとかね、うんうん、はい、もうそもそもその外国人選手の質の悪さがこの投高打低になってるのも一つ要因。あそれはあるかもしれないですね。だから結局入ってこれないじゃんね、そんな 2,30 発も打たないしね、はい、で怖さもないじゃん、うん、そしたら別に下手したら日本人の方が怖いよみたいな感じになるからね、うんうん、だからそこら辺も投高打低に多分なってるところだと思う、はい、だからそこのちょっとレギュラーの中での開きがちょっと大きいんちゃうかっていう、で昔は大きかったら勝てないって言われてた、うん、レギュラーの中での差が、はい、だからそこだけやっとけばいけるみたいな、はい、でも今は上位にいるチームでもこのちょっと差が激しいからね、うん、外国人の質の低さはマジでやばいよ。40本とか打ってほしいですもんね、うん、うん、だからもう30本ですらなかなかいないからね、いないですね、うん、だそういったところの佐々木的結論は、日本人の打者の進化の過程、今までずっとこうやって中で来たのが、その進化の過程上をその差がちょっと開きすぎてて、一軍の中でも下の人たちのレベルが低すぎるっていうのと、はい、外国人選手のちょっとダメさ加減が大きいっていうところが今の投高打低の成績の数字から見たら現在ね、あるんじゃないか。まあここからね、夏場に向けて山本もねこの前日本ハムに打たれてたしね、夏場に向けてしんどくなってきた時に打者が盛り返してくるっていうのはあるのと、あもう一つあった、前半ね絶対3割打つだろうなっていう選手たちが怪我とかでいなかった、だからまあハムの近藤ね、はい、で柳田も1回抜けたりして、うん、吉田正尚ね、はい、であのロッテでいうと荻野ね、うん、で森もそういう3割絶対打つであろうっていう選手たちがいなくてっていうところも、うん、多分この数字には結構影響してると思うので、ね、うん、っていうのが佐々木チャンネル的な答えです。まあこういう夏場がまずどうなってくるかっていう、ね、はい、ところと、まあ、それとその次に行く人たちのちょっともうちょっと頑張りが必要かなっていうところはあるね。まあそうですね、まあ、うん、今年は本当になんでこんなに完全試合ノーヒットノーランが生まれるんだっていうちょっと不思議なね、うん、年ですけど、そういうまあでもメジャーだって何回も大きいんだから、だから一緒なのよ、うん、だからそういったここの差が激しいから、うん、ここが打てなかったらここが打てるわけないから、はい、だからもうちょっとここら人だからついていかないと進化の過程にねっていうのはあるで、野手頑張れってことですか。うん、そうだね、あとは外国人もっといい選手取ってきた方がいいですよっていう、ね、そうですね、はい、はい